皆さんこんにちは。ちょっとキャンプ行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンの商品を開発したり、あと PR をするようなことをさせていただいております。で今回はですね、川崎の、ワークマン女子にイクコちゃんと、そうだ、紹介してなかった、イクコです。アンバサダーのイクコちゃんと一緒に一個前の動画でね、いっぱいお買い物をしてきたっていう動画を出したんですが、こんだけこんなに買ってきました。2人で結構モリモリ買った。もちろんこれ本社からなんかお金もらってるとかそういうことあって、お互いいいなと思ったものを自腹で買ってきましたのでね。私ね1万5000円だったよ。私1万4000円ぐらいかな。あ、同じくらい。じゃあね、今日はねそれをね紹介していきたいと思いますので、最後まで楽しんで見ていってください。私から行こうか。はい、はい、じゃあ私から行くよ。何個買ったか。7個買いました。まずね1個目、じゃじゃん、こちらの、そう、フレームテックの、アウトドアワークベスト。これね2900円で、結構お店に少し前に入ったって、1、2週間前かな、そのぐらいのお店に入ったって言うけど、ずっと行ってなかったのでこれ欲しかったので購入しました。これ、ね、キャンプでね、そう、なんかやっぱ火を使う時にもいいし、あとこれ耐久撥水もあるから、なんかエプロン的な感じで使ってもいいし、私って基本コーディネートが下手くそなのでこういう黒のスキニーにいつも白い T シャツとか合わせるパターンが多いんだけど、それだとちょっとキャンプだと白だと汚れやすいし。あ、確かに。でもこれを1枚多分間に入れることで一気にキャンパー感が増すの。ほら、おー、ほら、だからまあコーディネートを考えなくていい、なんかちょっとでもこなれた人に見えるかなっていう。そうそうそう。で後ろはねメッシュになってるから涼しそうだし蒸れなさそうだし、で、まあ、もちろん防油なので火の粉が飛んでも穴が燃え広がりにくいという、うん、これはねこのなんかベージュみたいな色もすごくいいなと思ってこれ買いました。これが今回から、あ、タグみたいな、タグがね、タグがついてるだけでなんかちょっと違うよ ね。でさ、いつも のフィールドコアとかじゃなくてフレームテックのこの焚き火のロゴが結構可愛いから、こういうのもっと増やせばいいと思うよね。はい、じゃあこれ1個目でした。続いてですね、じゃあトップスいきますよ。でトップスはじゃじゃん、こちらです。これはこの間買った超軽量のやつと似てるけど、実は超軽量じゃなくてトラベル耐久撥水トラベルシェルピステ1900円。ピステこれは大好きなトラベルシェルパンツのトップスバージョンが新発売になって、お店に出てるの初めて見たので買ってみました。でも本当に家着にしようと思っていて、完璧だ ね。家着とか、あとキャンプの時のパジャマとして使おうかなと思ってます。ここがねそう、袖がスナップで取れない、取れない、外れた。外すと半袖にもなるし、このままつけておくと長袖としても着られるっていう、そんなねトップスになってます。これねサラサラしてちょっと着てみるのすごく楽しみだな。でこれ結構大きめで M サイズ、この色が M サイズが一番小さいのしかなくて、 S サイズもあったんですけど、まあ、S でもいいかなっていう感じだけど、まあ色を優先で M サイズにしてみました。あとね、今この場所はその3月末までに展示しているワークマンのキャンプのコーナーで、店員さんの許可を取ってねここで撮影させてもらってます。はい、じゃこれ2個目でした。はい、3個目じゃじゃん、こちらです。これが、レディースの商品で、商品名がトランスフォームジャケット EX で、価格が2500円です。これでもこの4色全部可愛い色があったんだけど、このやっぱグリーンが可愛いよねって話をして、圧倒的にそのうちらぐらいの年代であまり色とか派手なものを着るのはちょっと抵抗があるんだけど、春っぽい色が欲しいっていう人にはすごくいいと思う。イエローとかもね可愛いんだけど、ちょっと私にはちょっとね、人を選ぶよね。若いじゃないか、似合う人は多分似合うと思う。でこれこんな感じで、まあ、タグちょっと後で拡大しますけど、バッグみたいなねサイズに、 AM サイズぐらいのバッグのサイズになるのかな、これだ。このぐらいですよね。このぐらいのバッグに
ここにね収納できるという感じになってます。まあ多分収納することはあんまりないかもしれないけど。じゃあ早速次を紹介してる間に私が、あ、やってくれる。あとねちょっとこれ生地感なんだけども、シャカシャカ系のウィンドブレーカーって感じじゃなくて、ちょっとしっとり系のね落ち着いて着れる感じも、うん、すごいアウトドアとかすごいカジュアルってほどじゃないのもまたなんか程よくていいなっていう感じでした。本当普段ね着やすい感じで、じゃあお願いします。できるかしら。はい、続いてはこちらのガーデンサロペットです。ガーデンサロペット、ね、商品名レディースガーデニングサロペット2900円です。これは M サイズ、結構ねボリュームが大きいサイズ感だったので M サイズを購入しました。 M でもでも結構でかいんですよ、ね、そう、身長163で結構、まあここでもちろんね、そうそう、ここで調節はもちろんできるんだけれども、私で本当ちょうどいいし、横幅も結構ワイドな感じだったので、ちょっと M でしました。私の身長だと大きいかもなっていう気がした、ね、ちょっとだいぶ多分ズボンの裾をまくれたって感じ。これでもね着てみたらねすごい可愛かったので、これねキャンプとかあと普段でもね使うと思います。結構なんか生地がシャリシャリシャリというか、うん、張りのあるシャリリップストップ生地みたいな感じで、うんうん、でちょっと落ち着いたこのベージュっていうのもね個人的にツボで着たいと思います。あとねここね、ここに実は取り外せるポケット工具ケースみたいなのがついてて、やっぱガーデニング用なのでここにねハサミを入れられるところとか、なんかキャンプとかでもねいろいろ使いやすいんじゃないかなって。でここ外してポチポチっと外して後ろに付け替えるなんてこともできます。でもちろんガーデニング用なので、高撥水とか UV カットとかそんな機能もついております。はい、じゃあ続いてご紹介するのがこちらのボトムスです。じゃじゃーん。これ実は普通コア、そうプロコアをね初めて買ってみました。商品名が、プロコアジョガーパンツ2900円です。これ履いたことがある人はもうやめられないってみんな言っているのでで、おすすめしたので、そうで、なんかちょっとごついかなとかって思ったんだけど、これ S を履いてみたらすごい細身がすごい良くて、でなんかねやっぱこういう立体裁断的な膝であったり、あとなんかねお尻の方だったりもしたのかな、なんかね全てがやっぱりフィットするような感じでできてて、これこのさポケットが大きいタイプって、うん、結構なんかお尻のカバーしてくれるっていうか、うん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 、隠すね、そうそうそう、女性はねちょっと嬉しいよね、うん、なんとなくこれすごく男性っぽいアイテムなんだけど意外とね女性が着てもね、うん、可愛くて、で私って結構上白のこういう T シャツ着ること多いんだけども、下がもう普通のパンツにしちゃうとなんか何でもない服になりがちなのね、シンプル、そうでこれをさっき試着して履いてみたら結構なんかちょっとデニム、あ、ちょっとこだわってる人ねみたいな感じがするので、これがねちょっと今後履いていこうかなと思います。あと普通にこれここのところがその、うん、ね、いろいろお仕事される方が膝ついても大丈夫なのに、なんていうの、二重になってるというかちゃんと厚手にね、そう、うんうんうん、でもこれ多分キャンプでペグチするときに膝ついて、膝ついたりとかかなり丈夫な感じで使いやすいってことだね、ちょっとひんやりしてね、あ、本当だ。でここね裾がジョガーパンツなのでちょっと絞ってある感じとかもシルエットが切れていいなと思いました。続いてはね、こちらの帽子、普通の帽子っぽいんだけどこれ結構ね実はね形もすごくいいし、あと今って結構帽子って100均であったりとか300円ショップでもこういうのって売ってるんだけど、明らかにそういうもの、まあ、これ値段がねウォッシュドチのローキャップね980円するんで、やっぱりそういうのと比べても質がいいなと思って、なんか後ろとかもこう留め具がね、留め具がこんな感じで調節ができたりだとか、あとなんかねこの形といいシルエットも非常になかなかいい感じで、すごいいい感じでかぶれたので、これはねさっきのサロペットと合わせてきたら可愛いかなと思って黒買いました。他にね合計4色ありました。
すごい、そこまでチェック。さすがです。まあ、長いことアンバサダーやってるんだよ。はい、で最後はこれちょっとおまけって感じなんですけど、これはね次男くんのうちの、小1の7歳の男の子に120センチ用のね、980円のエアロストレッチディアクライミングパンツを購入しました。やっぱちっちゃくて可愛いね。可愛らしいねこれね。そう、今まで一番下が140だったんで、うんうんうん、やっぱうちの子が3年生、うんうん、小学校3年生ぐらいからって感じだったけど、そう、これなら、ね、120があれば、そう、1、2年生、体の大きい子だったら保育園とか幼稚園の方ももしかしたらいけるか、うん、うちの子結構ちびっこなん でやっぱりあのデニムみたいなのは結構他のメーカーで買ってるんだけど、やっぱちょっと硬かったりするから、こういうね柔らかい素材だと子供も喜んで着てくれるので、これ買いました。以上です、はい、じゃあ次、あ、そうだ、さっきのじゃじゃーん、できました、できた、できた、あ、アナロ、あ、これバッグ、本当だ、裏側がこういう通気性のいい感じで、で、これちゃんとここの、あ、このね、スナップの中に洋服は入っていて、ここは普通に本当にバッグ、じゃあ全然バッグとしていけるんだね、あ、こういうさっきのね、お着替えを入れたりだとか、うん、これもいけるんじゃない、ランタン盗まないよほらランタンとかも全然、あ、これ結構入るね、そうかもしれない、結構入るから、あの普通にお出かけでなんか出かけるときに中これで出かけて、で夜涼しくなってきたらこれを着ちゃうとか、そういう使い方もできるかもね、あとは逆であれだね、着てって暑くなって、うんうん、シュ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 ッとバッグにしてしてもいいね、うん、うん、以上、私のお買い物でございました、はい、じゃあ、いっこちゃんので、まずは、うん、あれ見たことあるやつだな私も買っちゃいました、買っちゃったね、やっぱこれ、色がいいのと、私もとにかく、本当、いつも白黒みたいな、わかるわかる、本当ばっかり着ちゃうんで、ちょっと気分を変えたくて、うん、これいいよね、でも絶対、うん、一つ小さいサイズかな、 M サイズ、そう、ね、M と L と LL があって、はい、LL はもう結構大きくてメンズが着てもいいぐらいのサイズ感で、あ、そうね、 M は本当普通にいつも M サイズを着てる、私が M でという感じで、うんうんうん、です、これがこうなるって感じです。あのあれだね、今度会う時に連絡してあれ着てく？あれ着てくっていうので、あんまりかぶんないようにしましょう。そうです、ね、キャンプの時とかね。サーバーバスクシャツ。サーバーバスクシャツ。いいね、これ。綺麗なボートネックのシャツで。980円。980円。めっちゃ安い。ね、私はちょっと最近太ったので LL にしてゆったり着たいなと。特にボーダーね、ピッチリピッチリ、ピッチリだとね、なんか線がこう膨張してみるあ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 る、ちょっと LL にしてみました、うん、ゆったり目でね、で、これ以外にも黒と木グレーと、うんうん、あと黒のボーダー、黒ネイビーの奥のボーダーなんで、うんうんうん、ほんとこれ、毎日黒と木グレーを持ってて、あの日々、日替わりで着てます。でこれ撥水してくれるので、うん、こう着てる時に洗い物とかね、水跳ねとかね、跳ねたここが撥水してくれると、エプロンしてなくても大丈夫だっていうか、拭けばいいから、これ本当おすすめです。おすすめ、結構しっかりしたコットン、うん、あの綿 100% で、あので分厚すぎるのも私着たことあるのよ、他のメーカーで。そうするとちょっと伸びが悪かったり、うんうんうん、乾きが悪かったりするから、うん、これね結構ちょうどいいぐらいで、あとすごいさ薄いやつだと今度部屋着みたいになっちゃうから、まあ、すごく程よい厚みだと思う、うんうん、じゃあまず、じゃあ次、はい、商品名はシーンレス T シャツ、はい、あ、そう、このかわいいなと思ってたんだよね、980円、ちょっと光沢が、あ、なんか光沢があるように見える、ポリエステル75の複合繊維かっこポリエステルが25だそうです。これね、この袖口のところがね、いいね、かわいいよね、顔色がね、綺麗に見えるよ、結構春らしいカラーで、ちょっと
これもゆったり着たくて思い切って LL にしたんだが、うん、ちょっと大きい、LL 大きすぎたかも、ちょっと大きいかもね、L でよかったかな。 M もあるのこれ、M あります、 M もあるの、ね、M、L、LL ね。なんか、うん、あの面の感じと違ってちょっと綺麗めな感じにも着られる。ちょっとね今ね光の加減で色味が分かりづらいっていうのがあるんだけれども、次、じゃじゃーん、じゃじゃーん、そっちプロテックス T シャツ、半袖 T シャツって書いてあるよ、半袖 T シャツ。これは、うん、ホワイトしかないやつ、うん、なんかだから一瞬見た時これなんか下着系、男性の下着なのかなと思ったけど、多分でも違うと思う、ちゃんとレディースがこんなあったから、でもスタイリッシュに着こなしました。じゃあじゃあちょっとこれはね、見本がなかったので、ね、ちょっと冒険だよね思い切って買いました冒険大好き。価格は980円。あ、でも同じだね、ソロテックスの、うん、さっきのとちょっとツヤっとした感じの、うん、あ、でも本当にこれシンプル、あ、でも結構大きい、これも LL か、これなんだよね、 L に1個くらいだったのに、意外とでも、でもね、綺麗に着られる T シャツだね、これね。あ、でもなんとなくだけど、うん、あ、でも意外と身幅がこのお腹がちょっと気になる人を決めていいかもしれないなんとなくこう回した時の、うんうん、なんとなくこれがぴったりな感じがするので、なるほど、ね、あとね、私スカートだけど、うん、パンツの人とかは大きめで着たらいいかもしれない。もう何でも勧めちゃうけど、サミさん、うん、いいんじゃないこれ、ね。であんまりね、ほら白だけど透け感も少ない、生地がしっかりしてるから肌色も透けないから、あの結構いいかも、うん、だ暑い季節も多分ポリエステルだから吸汗速乾もあるんじゃない、うん、ね、そう、吸汗速乾もあるよ、うん、うん、いいね、私結構、でもね、今回ね、前回の動画でもだから白い T シャツめっちゃ買ったんだよね。でも あってもいいかもね、うん、なんかこれ、もう一ついいところが肩隠れしにくい、うんうん、あ、そうだよ、綿と違ってポリエステルはさ、アイロンせずに、うん、これ今畳地はついてるけどね、これサミさんのあれでもなんかここのさ感じがお尻半分ぐらい隠れるぐらいがさ程よいよね、来た時にきっと多分ね、あんまりこう短いとか、うん、そうなんだよね、え、意外と LL でいい説、160センチある人は LL でも、あ、まあゆったり着たいか。じゃじゃん、帽子だ、メッシュサファリハット980円。これ私が買ったやつの色違い、前に、うん、私カーキ買ったのよ、カーキも可愛かった、うん、あ、でも今日の服装にぴったりよ、ベージュな感じで、うんうん、黒とベージュだし、しかも帽子が似合わなくて帽子をほぼ かぶらないんですけど、このでもこれすごい、まあなんか全然大丈夫、全然 OK で、キャンプに行く時とかは、まあ、この多分メッシュサファリハットだよね、うん、これの結構何年か前のモデルもずっと、うんうん、使っているので、ちょっとそろそろ明るい色もあってもいいかなって、ね、昔のもっとさ、フィールドコアってでっかくロゴ入ってたよね、確か。それを着てるのか、あ、かぶってるのかも。私多分それよくカヤックの時とか使ってるんだけど、うんうん、何にも書いてないね。ね、もうさすがに主張しすぎるのをやめたんじゃないあ、でも、うん、このこれに入ってるね。でもこれちゃんと顎紐付きで980円ってめっちゃ安いよね。ああ、そうかもしれない、うん、結構高いよ、こういうのをね、アウトドア屋さんで買うと本当高いからいいと思います。で、私、うん、頭すごいでかいので LL にしたんですけど、あと L と M、うん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 、で、M は私は本当になんか被った瞬間にあ、ちっさって思ったからちょっと帽子買うときはサイズがあるかどうかっていうのはちょっとね、買う前にそう、さっきの、あのキャップとかは、ね、あ、そう、キャップはサイズなかったね、うんうん、後ろで調整できるのか、そうそう、後ろでできるかもしれない。そう、あくまでこの形の帽子でも、うん、あのフリーのものとサイズがあるものがあるので、うんうん、それは多分買うときにチェックして、うん、絶対かぶってみた方がいいと思います、はい、はい、じゃあ続いて帽子、
キッズのジュニアジェットハット、ジェットハット、ちょっとこのカラーはブラックオニヤンマっていうトンボのね、キャンプやってる人はね、キャンプやってる人はオニヤンマって聞いたらあれねっていう、オニヤンマくんねっていう、ね、でっかいなんか置物があって、それがやっとくとなんかサスケの虫がね怖がって逃げていくっていうあれなんですけど、これさすがねジュニアっていうだけあって、56、あじゃあ結構ちっちゃいね、入らない乗っかってる乗っかってるプリンさんなのか上じゃないさすがに56は、あ全然あかぶれかぶれてるじゃん、かぶれたとかでも妻がすごいちっちゃい赤ちゃんの帽子みたい、赤ちゃんの帽子みたいだちなみにね、さっきのね、この LL サイズは60だから4センチも違うんだか、うん、結構、もう本当にお子様向けの帽子です、うん、これでもいいよね、値段がね、すごい安いからね、780円、うん、最悪なくしちゃってもまあもう、ね、いいよ、どうしてもね、公園とかに行くと忘れてきちゃったりとかもあるからね、そうですね、うんうん、息子くんのジュニアの、私が今日着てるそう、この T シャツのジュニア版、半袖のジュニア版です。大人も半袖バージョンあるよ、ドライストレッチジュニア半袖 T シャツ、ドライストレッチ680円です。安い、すごい、じゃあしかも色味もいいよねこれ、このブルーがすごい、このブルーとかなんかあんまり他のさ安いメーカーであまりない色な感じがして素敵だよね、うん、これ紫外線を 90% 以上カット、へー、吸汗速乾性に優れている、うん、もう汗っかきのうちの子にぴったりですよ、ぴったりだねこれ買ったね、これ買ったの、買っちゃったメディヒール、メディヒールとは、メディヒールとは、一般医療機器に登録された疲労軽減ウェアです。これちゃんとね、なんかその医療機器にちゃんと認定みたいなのが取ってあるやつで、体から放出されるエネルギーを独自の技術で繊維に練り込んだ高純度のセラミックスが吸収し、そのエネルギーを熱に変換、再放射することで疲労を緩和する環境を整えますと。すごい読んでる、読みましたで疲労軽減、ストレス軽減、血行促進、筋肉の張り、こりの軽減につながる。なんかね、着るとほんわかあったかいですって社員さんがなんか言ってたよね、うん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 、前から気になってたよね、ずっと気になってたけど買えずにいて、うん、前はなんかあのちょっとなんていうんだろう、インナーですっていう感じの長袖のものだったんだけど、うん、今回のこれは半袖の T シャツっていう感じで、これ、うんうん、メディヒールリカバリー T シャツ、うん、なんかこれはまあ部屋着にしたらいいんじゃないっていう感じで、うん、これ自分用、旦那さん用、旦那さん用ですって言って購入したけど、とりあえず先に私こっそり着ちゃおうって思ってます。いやこの疲労の感じってね、分かんないからね、分かんないよ、数値化できないから、うん、でもストレス軽減なんてもっと分かんないよね、なんかちょっと某メーカーの某あったかい下着みたいなっていうあたりもちょっと着てみたい。こう手入れとくだけですごいあったかいよ、なんかほかほかしてくる感じがあるけど、手の疲れがいやそれ多分あれ古代広告みたいなので怒られるやつやで、これはねちょっとわからないので、それは聞いてみて、なんか今後インスタで報告してください、その後、はい、了解ですあ概要欄にくこちゃんのインスタのリンクを貼っておく、ブログのリンクも貼っておくんで、よかったらねこのメディヒールの効果についてはくこちゃんのインスタでご覧ください。ドラロン、サイさんも紹介してた、うんうんうん、ドラロンの、ドラロンっていうコットンによる柔らかな履き心地と、ドラロンの吸水性でさらっと快適なソックスということで、これメンズだけなのかな、出てるのが。で3足組で580円だからかなり安い、ね、なんか本当にさらっとしてる感じで、綿とアクリルとその他が入っている。 その他ってなんだろう、謎だよねこれちょっと旦那さんのお土産に、うん、なんか使いやすそうだよね、さらっとしててね、うん、もっちりフェイスタオル、価格は299円、私もこれ買った
ったんだけど、まだ実は使ってなくて、開けてなくて。ほら、もっちりの他にも、ふっくらフェイスタオルというものがあって、2種類あって。ふんわりじゃなかった？あ、ごめんなさい。ふんわりが、ふんわり。やっぱり。もっちりが良いですね。あ、ちょっと前に両方買って、うん、お家でお試しして、もっちりの方が私は好みでした。なんか、お風呂上がりに、うん、あの我が家はバスタオルを使わないで、うん、フェイスタオルを使う派で、うん、お風呂上がりに拭くときにもうしっかり拭けるっていう感じで、うん、ふんわりの方は朝顔洗ったときにこうパッとやりたいっていう感じで、うん、これはもうガシガシと顔がもうしっかり拭けるっていう感じで、うん、なんとなくまだ使って数日しか経ってないからあれだけど、耐久性がありそうなんですよ、うん、でこれここの厚み、うん、これが一度洗濯機で洗って干すと、うん、結構ピチャンとかあるよね。ふんわりこれ今より上がってくるっていうのを今実験して、まだブログにアップしてないんですけど、そうなので実験したら本当ね、洗ったらこの感じとまた変わるので、で正直この価格の300円で買えるタオルで、これはかなりいいと私は思いました。うちに1枚しかない2000円ぐらいする高級な頂き物のちょっとしたあのブランドのタオルがあって、それと似たと思うぐらい、似てるというぐらい、じゃあレジ前とかに置いてあったりするので、皆さんもぜひチェックをしてみてください。はい、はい、じゃあ続いてどうぞ。真空保冷ペットボトルホルダー。おお、ドラえもんっぽい言い方。ホワイト、見えないかな。見えないね。はい、これはイクコカラーなんだよね。はい、自分のカラーをね、お店で自分で買うっていう、なんかやらかしてるかも。あれでしょ、でもお友達のプレゼントなんでしょ。そうなんです。あげようかなと思って、お誕生日の友達に。うん、イクコオリジナルカラーで、あのオンラインストアでも注文できて、近くの店舗で受け取れば送料無料なの、はい、あとサリーカラーのね、ありますので。そうです、これも ね本当に、でもあの冷たいペットボトルをずっと本当に保冷してくれるので、そう、これからの季節は ねいいよね。結構夕食の時は私炭酸水をビールの代わりに飲む時にこれに入れてチビ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 飲むと、最後までね冷たいまま飲めるのでおすすめです。うん、じゃあ最後、じゃん、パラメイトロープ、ロープ価格は350円。おい、安い。直径4mm、うんうん、これが、一般的なテントとかタープとかの紐として使うのに程よい強度のもの、うんうんうん、この値段で買えるんだったら全然いいよね、うん、安い。あとオンラインで注文もできる商品なので、ぜひ近くの店舗で受け取ってみてください、うん、はいはい、というわけで今回は、ワークマン女子でのお買い物の購入品をご紹介いたしました。1万5000円と1万4000円が結構買ったね。買ってるね、買ってね。まあでもどうしてもほら季節の始まりだしさ、うん、で春夏物ってさ結構洗濯を頻繁にするから T シャツとか汚れやすいし、結構この時期に今種類がね豊富な時にボンと買って、うん、ね、まあ、これから来るあったかい季節に備えるのにね、楽しみだね。またいっぱい新作を着るのがね。皆さんもぜひですね、ワークマンとかワークマン女子行ってみてください。他にもね、私たち、一緒にテントを立ててみた動画であるとか、あと他にもやっぱキャンプ場の展示会のレポとかいろいろ上げてますので、ぜひですね、他の動画も見てみてください、今回の動画が良かったという方はぜひいいねボタンを、あとチャンネル登録をしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう、うん、またね。ご視聴いただきありがとうございました、動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。